みずほフィナンシャルグループの斉藤です。今日は社長名鑑の特別講座として変革への決断というテーマで何回かお送りしていますが、今日は皆さんご存じのツタヤあるいは T ポイントをで大成功を進めていらっしゃる CCC カルチャーコンビニエンスクラブの増田社長 &CEO に大変お忙しい中お時間を頂戴して、これから増田社長がそのご創業の時から今日までどういう個人としてあるいは会社として変革を遂げてきて、その度にどういう決断をされてきたいったことを中心に、この CCC グループなどのものがどういうものであるかと、皆さんに正直ベースでお話しいただこうということです。増田さん、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。この本社のすぐそばに蔦屋の代官山の蔦屋、もう今や知らない人がいないぐらい大繁盛してます。いわゆる蔦屋分野の一つの集大成みたいな感じもするんですけども、代官山の成功ってよく言われるんですけど、まだ成功したと僕の中では実は思ってなくて、まあ僕はなんか成功を目指してやったんじゃなくて、やらないといけないと思ってやったんですよ。なるほど。そういう若者のためにライフスタイルを提案するんだっていうことで、で始めた蔦屋だけど、30年経ってみるとその段階の世代が60代になって、で若い人たちはどんどん減る構造になっている中で、このまんまじゃ多分収益は減っていく。それから一方レンタルを中心にやってきましたけれども、それも配信という時代を控えて何らかのソリューションを出さなきゃいけない、いわゆる新しいビジネスモデルに転換しなきゃいけない、この2点のことから代官山やらなくちゃいけないと思ったんです。でそういう観点で考えた時に、ですから店名も蔦屋という若い人に支持される店名じゃなくて、どちらかというと60歳代の人に支持されるクラシックな蔦屋書店、それから、レンタルにはあまり依存度を持たない新しいパッケージとして本とカフェということに軸足を置いて、どのぐらい収益のそのポテンシャルがあるのかということを試さざるを得なかったというのが実は正直なところで、そういう意味では前者のプレミアエイジに向けてということにおいては、お客さんの数が今年でもう2年目迎えますけれども、どん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 お客さんの数も増えてますし、売上の方もいいし、それから本の売り上げも前年比で伸びてますので、そういう意味では、まあ、レンタルの軸足から物販のカフェみたいな軸足のへの切り替えをやってもいいのかなという答えが出たという点では、まあ、成功と言えるかもしれません。これでこの建物も、はい、コンペで世界インターナショナルコンペでやられたんですね。通行客数調べるとほとんどゼロなんですね。これは普通の本屋しても全然お客さん来ませんので、まず建物としてシンボリックなものをしないと、特にプレミアエイジと言われる60代の人たちっていうのは、特にこの代官山のエリアっていうのは非常に文化度も経験も、それからお金の自由度も高い人ですから、目が超えてらっしゃるので、普通のものを作っちゃダメだなと。まあ、美術館のような建物を作ることがこの地域に対する貢献だし、ひいては書店への集客ができるんじゃないかなと、でそういう美術館のようなものを作るっていうスキルはうちには社内にリソースありませんので、だからそういう意味ではコンペをしたらいろんな人が手を挙げてくれるんじゃないかっていうアドバイスもあって、やったことなかったんですけど、創業以来、やろうと、まあ今日のテーマで言うと決断をしたと、経験ないのそしたらその緑と合う非常にまあいい品のいい白で、しかも正面から見ると T ポイントの T が、あるいは蔦屋の T がこう見えると、はい、でそれが建築学会賞みたいなのもらったんですね、この建物と、建築業界のオスカー賞みたいな、ワールドアーキテクチャーフェスティバル、WAF、WAF っていう、なんか年に一遍、そういうのを表彰するアワードがあるんですけれども、
それのグランプリはシンガポールの植物園が取ったんですけど、うん、商業部門ではあの私どもの T サイトが大河山の取らせていただきました。あ、そうですか、はい、やっぱりもうあの 毎月毎月あのそこの入場者、その空間にいるだけでも楽しいと。でそこにいる人たちは着てるものもなんかあそこ行く時はおしゃれをしてるし、はい、子供を引いてるそのバギー車なんかもあちょっとしゃれたバギー車だったり、犬もなかなかしゃれた犬をつけてそこにいることが一つの、価値を生み出してるというような感じです。これ辺もまさかの構想の中に期待してた部分ですか。ですから、うん、僕は需要と供給の接点が売り上げだと思うんですけど、うん、どうも今はその小売店プラットフォームと言われるものがオーバーストアになってると思うんです、うん、物を買うという行為だけではお客さんは店に来ない時代に来るんじゃないか、うんうん、さすれば行きたくなる空間というものを実現した時にしか人は店に来ない。なるほど。で僕はお店を作っちゃいけないと思ったんです。なるほど。だからお家を作ろう。なるほど。だから店的要素は全て発想、うん、スポットライト、値札、BGM、うん、全部外してお家のような空間を作りましょうと。 T サイト全体でどんなことを考えたかっていうと、はいはい、あの上質な時間、なるほど、時間を作ろうって考えたんです、うんうん、そうすると風が抜けて匂いがしてその木の香りがして、はい、それからお日さんも当たって影もでき、うん、で看板というかそのなんか売らんかなみたいな、なんかいらっしゃいませんみたいな、そういうのは何もない、まあ、僕はあの神社に行った時の参道だって言ってるんですけど、本当にこう神聖な気持ちになれる素敵な人がいて、でいい空間いい時間なんていうことがあったら、それは多分人生至福の瞬間で、そういうものを実体として作れないかなと思ったんです。でこれで、まあ、ある程度の成功といいますか実験ができたんで、はい、これを少し函館とかいくつかにこう展開していこうというお考えなんですが、はい、一応プレミアエイジに60代の段階の世代のことをプレミアエイジって社内では言ってるんですけど、それも長生きするから多いですよね、これで、まあ、プレミアエイジの方のためのツタヤということが結構支持されて、うん、加えて僕らの世代のお客様に満足するようなものやサービスってのは、実は40代や30代、お子様持ってるお母さんとかバリバリ働いてるその40代の男性に支持されるってことも逆に分かったので、これは結構あのターゲティングとしてはいいなと思って、で地方も調べてみたんですね、はい、でやっぱり同じような人口構成ですし、うん、特にプレミアエイジの行く人たちが行くところがないということも分かったので、うん、これは地方に出してもいいんじゃないかと思って、うん、この12月の、うん、上旬に函館でオープンする予定です。そうですか。はい。